はい、皆さんこんばんは。それではリマザードのね、続きやっていきます。前回はよくわかんないのやたら眉毛が長いような敵が出たところで終わりました。で、何すりゃいいんだ。逃げ出せ、思想について調査しろ。地下の中の階段、地下がまだ何もしてないですね。なので、地下関係をしっかりやりゃいいのかな。まあでも、どうだろうね。Hey! あ、なんだ。おお、女の子がいたね。Hey, wait! イベントが進んだ。ジェニファー。少女を追え。なんで、でも音がしたな。届かねえのか。つまり、一旦、音がした方に行ってみましょう。いや、やべ、いるか。なんか、すげえバタバタ言ってる。バタバタン。大丈夫かな？あ、止まった。行ってみましょう。何してんのよ。ジェニファー、あ、ジェニファーがいない。え、鍵閉められた。あ、鍵閉められた。やべえ。何、なんで死体が動いた。何か落ちてますね。クリスト・モレンテの赤い修道名たち。え、ロッソガの、ああ、農園ですね。みんな、いや、バッテンしてね、顔が消されてるんだね。畑で誰かが生き残った。それは彼女だと分かったの。彼女はセレステを追ったみたい。小さな親戚と監禁するようリチャードを説得した。なんとかを殺すことができる。なんだろう、非常に物騒です。うわ、うるさ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 。おお、なんだ。なんだろう、また停電か。あ、いや、なんか動いたな。しかも鍵も開いた音がする。あ、めっちゃ、おっさんの声がする。なになになに、なんでこれ荒らされてんの、こんなに。あっ、傘だ。ん、傘、杖、傘か。ああ、おっさん。何かできないだろうかって、まあ、引っ掛けるんだろう、さっきの階段を。なるほどね。まずいな。おじいちゃんの声するな。鉢合わせにならなければささっといけるんだけど、どうかな。とにかく足音にすげえ敏感なんだよな。でも音楽しねえから遠いかな。ね、音がしねえから。もうちょっと早く歩いてほしいね。ダッシュか、この忍び足しかないから。いや、嫌な音してきたな。大丈夫かな？行っちゃおう、行っちゃおう。行っちゃおう、行っちゃおう。急いで、急いで。急いで、急いで。めっちゃ喋ってるよ。勢いな、おい。早く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 。ナイス。あー、登りにくそうな靴。これ追ってくんのかな。さあ、新しいところ。屋根裏。まだ地下のコントローラーが何もしてない。屋根裏部屋だって。
なんでこんなところがこんなに。すいません、誰かいますかって。まあさっきの少女を追うわけですね。なんかすげえなここ。何これ、小さな女の子はここに住んでいるようだと。子供部屋ってこと？いや子供部屋ってわけではないな。いやでもどうなんだろう、非常に物騒ですけどね。バイオでもありましたけど、みんな逆さになってる、逆さとか吊るされてる。なんで今そんな戸惑ったん？新しい家、新しい仕事、新しい生活。何ですかそれ。二時、アリアンナとセで消えてるんです。私はジェニファーよ。何これ。セックス、なんだろう。セレステか。なんか、後ろにいねえか。いるいるって。いたって。あ、もういっちゅに。で？でっていう？この部屋に何しに来たの？なんかすごく。やばくね、やばくね。いや、やばくね、やばくね。何？やばい。なんか発狂女がいる。やばいと言いながら後ろ振り返る。余裕がある感じ。いて。という夢を見た。え、なんかエンディングとかでねえよね。The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chotoskoro. A phone line repairman was attacked this morning in an underground car park. They were looking for a woman with an innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. めっちゃ怪我してる。Wounding his head. The wanted person, すげえ鼻血まで出てる。Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description.We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if you have seen a suspicious woman. That woman looks like you. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. That photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in.What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall. A wall behind the fireplace. A fireplace. There, you're gonna find what you're looking for. I hate that nun! I hate her! 疑わしい暖炉を調査せよ。
はい。この人はもう超怪我してんだけど大丈夫。これ割っていこう。疑わしい暖炉。ここじゃないよね。火ついてるからね。そうか。暖炉。じゃあ、めっちゃ怪我してんだけど俺。ここどこだろう。あ、ここか。暖炉か。疑わしい暖炉調査どこだ。暖炉。いや、ちょっとふざけんな、この野郎。とっさ的に投げちゃった。めっちゃ怪我してんだけど、やばいなこれ。暖炉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 。どこだ。一回セーブポイントまで逃げるか。回復してしな。じいちゃんいるかな。一旦セーブポイントまで逃げます。意外と負けてるな。やり過ごしましょう。暖炉、暖炉どっかにあったっけ。疑わしい暖炉を調査せよ。まあ見て回ろう。まだ行ってないとこあるだろうしな。ここよくこのポイント来るな俺。いきなり投げつけちゃったよ。大丈夫か。よし。はい。もうやばいやばいやばい。限界位置に達している、疲れが。いやー、念力でピキピキピキ。割れるかと思ったぜ。さあ、セーブしましょう。OK。回復も OK。さて、そしたら暖炉とやらを探しましょうか。暖炉ねえ。どこがあったかな。あいつも歩き、まだ探し回ってるな、こっちのこと。せっかく投げるアイテム手に入れたのに、すぐ使っちゃったね。暖炉、暖炉。暖炉。どこあったかな。まだ徘徊してんのかな。ちょっとね、敵がね、あーいるね。なんかあの辺警戒してっから、あの辺、あそこになんかあんのかもしんねえな。待ってね。こっち来るかな。カチャ言ったな。めっちゃここにいるじゃん。あれカチャって言わなかった今。扉を開けるような。安定な場所。プリーズハイド。おびきをすりゃいいかな。男の人なのか。え、つかおじいちゃんと同じ声じゃない。
めっちゃね、おびきをしたいんだけど、こいつ振り返るんだよね。一本道じゃなければさ、こっちに罠を仕掛けてる間に行くなんてことができるんだけど、割と一本道なんで。そしたら、目覚まし時計みたいなのセットしてみたんだけど、どうかな、なんかバレそう。もっと奥にセットすればよかったかね。すぐバレるじゃん。全然ですね。全然でしたね。おかしいでしょう。カチャカチャやってんだけどな、どこの扉開けてんのかな。なんか前逃げてた時にこっち側になんか暖炉あったよね。歩くの遅いよー。暖炉かなんとかってこことか、あー、あるね、なんかね、これかな。お、何かあるようだ。で、おお、そんな簡単に壊れるんだ。よし、入れた。よし、進んだぞ。音するけど大丈夫か、これ大丈夫そうだね。足音はするけど入ってこれないでしょ。なんもねえか。でも隠れるとこあんの嫌だな。普通に隠れる場所があるんだよな。これ左上に出るやついつも一緒なんだけど、何なんだろうね。なぜ育ってしまったのか、なぜジェニファーになってしまったのか、どういうこと。ジェニファーっていうのは何、精神的な何かなの。何これ、ん、急に押し始めて、押しても動かない。動かせと言うと、動かないって言ってるのがどうすればいいんだろうかな。動かせって言われた。なぜ動かない、動かせと言われてもな。まあなんかもっと油とかさせばいいってことかな。あ、これセーブポイントですね。でもどうしようかな。動かせか。それとも何、今の油が必要だ。やっぱそうか、油、油なんか持ってなかったかな。
あ、持ってないな。油か。しまったなぁ。どっかで油を探してくるしかないね。油か。しゃがみ歩きと。この歩き一緒なんだね。なんかさ、なんかさ、そのリモコン取れるんだけど、取ってみる？取れそうなんだよね。ほら。あ、キーアイテムだ。すいません、もらってきますね。あ、やべやべ、おこゆやべ、おこだまだしまった、しまった、しまった、おこだし、やべやべ、逃げる、二人来てるやばい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 、二人とも来てる。これ何、これ何取った、超切れてるな。なんか取ったぞ。よしよしよし、落ち着け落ち着け。一旦やり過ごそう。いや全然分からなかったな。一回やり過ごして何を取ったか確認しよう。来ちゃった来ちゃった来ちゃった。眉毛の方が来たね。ちょっと長い。よし、こいつがいなくなったら定期的になんかね、あのハローネイバーのハローネイバーのさ、監視カメラの音が聞こえんだよな、ビーって。空耳なんだろうけどな。さて、では一旦ここに入って安全を確かめてから確認しよう。よし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 。何取った？電池。電池か。電池か。じゃあここじゃん。ラッキー。え、ここだよね。確か電池って。なるほど。一個解けてねえ謎があると思ったら、リモコンの電池、え、で、そんな、リモコンの電池で動くもんなの？この手のでかい。大して高くないじゃん。ちょっと伸びただけじゃん、それ。ちょっとだけ伸びただけだよ。油か。なるほどね。今、数センチ伸びただけじゃん。そんな登ろうよ。やった。オイル缶。見た、ここ。この差だよ。手伸ばせばいけたじゃん。なんなの？オイル缶別。花瓶、アンモニア。アンモニア効きそうだね。アンモニア効きそうだね。見えねえなってこれ。さて、そしたら2階に行かなきゃいけねえのか。さてさてさて、どうやって行こうかな。隠れる場所あったよね。するって言うと、暖炉まで逃げ込めば。あるいは、かな？よく鉢合わせんだよね、俺。この上にいんのかな？暖炉の方行ってんね。それは邪魔くせえな。
そいつは邪魔くせえな。誰の方行ったよね。気のせいですか。いや、いるね。Your human shape, your breast, your stomach, your vanity, they are all the fruit of the demon. すぐ振り返る、もう。そのまま向こう見ててくれよ。ダメなの？ダメらしい。じゃあ一回やり過ごすか。そこのソファで、ソファで一回寝ればよかったね。残念。あれイベントっていうかあれになっちゃうんだね。奥のソファに座ればよかったな。あ、そうだ、じいちゃんがそこの、書斎の、あれだよね、扉開けてくれたんだっけ。じゃあ、くるっと回れるんだ。いや、ちょちょちょ、来るの早くね。てんてん。足を遅いんだよな。誘導してみましょう。つか音ちっちゃいな。あれ、もう壊した？もう壊したんですよね。あまり遅い意味ねえかも。もういっちゃ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 い。よし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 。でよし、入れたね。いやー、手間かかるね、ほんとに。世話がかかる奴らですね。では、ここで、使うと。キーアイテム持ったら勝手に使ってくれるようにするとありがたいね。これまだ一応ね、アーリーアクセスなんで、前のロボトミーと一緒で途中までなんですよ。一応来月リリースなので、多分また来月から再開できると思うんですけども。なので、そこまでにいろいろやってほしいもんですね。あるような気がする。え？気がするって、あ、これか。え、無茶なことするね。人んち壊しまくり。はいはい、お邪魔するよ。なんだこれ、なんかいろいろ、え、なんかいっぱい取れる。なにこれ。あ、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 監禁部屋、監禁部屋だ。こんな出入り口がないところに子供部屋がある。え？なになになに、ちょっと待って、何がピーって言って今。あ、どっかから音がする。え、どこだろう。
こから反応はするけど。なんか音の反応してね、ここ。ほら、音が跳ねてんだけど。何もないけど。なるほど、二重底。終わりかな。なんだ。すごい蚊が。消えた。Stop it! ん？うわ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 、なんだ？振り向け。目に物は現実ではない。なんだ。え、なに死んだの俺今。あれ
あれあれ、ちょっと待って。え、死んだのか今俺。ちょっと待ってくれよ。さあ再開しましょう。もう一度見ます。何、急にお母さんが出てきて殺されたんですけど。一旦バスルームに逃げ込みますか。なんかあの入り口はガみたいのに侵入されちゃってるので多分通れなくなっちゃってるので、ちょっと何のヒントもなくいきなり殺されたので冷静に分析もできない。降りてきた降りてきた。私はどんなスタンド攻撃を受けたんでしょうね。直前でセーブしてきました。直前でセーブしてきたので、さてさて、あれどこだ、あれ、あ、こっちか。うわ、あー、やべ、なんかいる。あ、消えた。恐怖な南と壊せ壊せ、恐怖心を壊せ。はぁ、あ、鏡は何の力も持ってない。え、鏡を割んのか。オッケー、ひー、え、もしかして鏡っていっぱいあんの。あ、やべ、いっぱいある。めんどくせー。いくつある。ここにもある。鏡を割る。え、あといくつあるよ。ビビってて、なかなか。ここにもある。よしよし。あれもあるな。よっ。やべ、字幕を読んでる暇がねえ。これ割れてる？あれ？待って待って待って。装備アイテム。これ割れてる？いや割れてんな。待って待って待って。まだある？暗くて見えない。これ割れてるよね。これ割れてるよね。これ割れてるよね。あれ割れてね。あ？まだある？あ、あったあった。ここだ。よし。やった？なんか最初攻撃されてたけど急にいなくなった。あ、これかな。タンスの奥になんか下水道に通じる道があるみたいな、さっき言ってたね。これで脱出できるのか。割と深かったね。Shit! Where the hell am I?
はい、あ、そうですね。Thank you for playing the early access。 あ、やっぱそうですね。アーリーアクセス版、要は、早期アクセスの部分はここまでということですね。なので続きは来月のリリースからかな。はい。なので一旦ここで中断して、来月リリースされてから続きをやりたいと思います。それではまた、リリースされたら遊びましょう。お疲れ様でした。